同類交配は、交配パターンの一つで、類似の表現形を有する、個体同士が、任意交配で予想されるよりも、頻繁に相互に交配するという性的選択の一、形態。体の大きさや肌色のような表現型に類似性があることや、年齢が近いことなどが例である。肯定的同類交配、または、同型接合とも呼ばれる、同類交配は、 家族内の遺伝的関連性を増加させることができる。同類交配は似ていない遺伝子型及びまたは表現型が異なる個体が任意交配で予想されるよりも頻繁に交配するという異形交配の逆の概念である。異形交配は家族内の遺伝的類似性を低下させる。同類交配は異形交配よりも頻繁に発生する。 どちらの場合でも、非人移後輩パターンは、ハーディ・ワインベルクの法則からの典型的な逸脱をもたらす。ハムシドール輩現象についてはいくつかの仮説が提唱されている。ドール輩は、多種多様な要因から進化してきた。体の大きさに関するドール輩は、同性の競争の結果として生じうる。いくつかの種では、大きさは、女性の生殖能力と相関する。 したがって、男性はより大きな女性と交尾することを選択するが、小さな男性はより大きな男性に敗北する。その結果、同じ大きさの男女が交尾する。このタイプの同類交配を示す、種の例には、ハエトリグモのフィディパス・クレリスおよびハムシのダイア・プレイプス・アブリビタスが挙げられる。他のケースでは、大きな女性は、自分より、 小さな男性の求愛の試みに抵抗することに優位であり、最も大きい男性だけが大きな女性と交尾することができる。同類交配は社会的な競争の結果として生じることがある。特定の個体の体質は、その体質を利用することで最良の縄張りを占めることを可能にする競争能力を示し得る。その個体と同様の体質を有する別の個体は、 同様の縄張りを占めることに優れているので、互いに接近する可能性が高まり、より交尾しやすくなる。このシナリオでは、同類交配は必ずしも選択から生じるのではなく、物理的な接近によって生じる。この理論は、チャカタルリツ組の同類交配現象で注目されているが、これが本種において退職に関する同類交配をもたらす。 主要な要因であるという明確な証拠はない。ある種において複数の要因が同時に適用された結果、同類交配が起こることもある。ありがとうございます。